やります。ワインとありますので、お酒飲めなかったらジンジャーエール。ワインとダメだね。
あ、これお店のサービスですか？すごい。素晴らしい。読みは神社。と、な、何と何？神社、ワインと神社。あ、神社。神社。じゃあこれ一気に飲み干しちゃう。はい、ありがとうございます。乾杯だから。あ、じゃあ。じゃあ。すみません、なんか昨日の余韻がまだ残っててフラフラしてますが、2日目、6周年記念、ご参加いただきありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。乾杯。ありがとうございます。こんにちは、ヒロミンです。あの、6周年おめでとうございます。ありがとうございます。私、多分 4,5 年前ぐらいからですかね、エルトピートさんにお世話になって、意外と古いんですけど、なかなか成長してない私です。あの、エルトピートさんで初めて、私ライブデビューがエルトピートさんで、あの、もうその後 1,2 年ぐらいエルトピートさんだけで、あの、ライブをさせていただいて、あの、私の故郷みたいなお店なのです。あの、なのでこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。1曲目は今井美樹さんの愛の歌、ちょっと好きな歌で久しぶりにやりました。ありがとうございます。次はユーミンさんの守ってあげたい、やります。
当はここでなんか喋ろうかなと思ったんですけどさっきちょっとだけ喋ったんでサクサクいきます。ヒロミ、うん、こんにちは。お久しぶり。お久しぶりです。守ってあげたい。後ろのしけさんですよね。そう、あ、見えた、見える、見えた。次は瀬戸の花嫁。最近ちょっと海とトンネルというユニットで施設のボランティア行かせていただいて歌うようになりました。小柳ルミ子さんですよね。 ね、いい曲だなと思って好きな曲です。やります。小さなラブソングです。ちょっと待って。
チェルシーの歌やります。もし
と。